皆さんこんにちは、店長武蔵チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。ですね、登録、はい、完了ということで、今ね、戻る U ターンなんですよ、ね、ここまで来なくてもよかったね。切れてるところで U ターンでよかったんですよ、はい。で登録終わってね、事務所から出てくるでしょ。そうしたらナンバーセンターに行くのにね、登録の大体建物とナンバーセンターの建物って違うじゃないですか、はい。そしたら入り口の目の前に3段シートの GS400 が止まってあ、すごいですよ。 色もすごかったな。なんかほら黒、やっぱりそう、写真出てきて、ちょっとナンバーセンター行って戻ってきて写真撮ろうなと思ったらもうなかった帰っちゃった、撤去された。そんなわけない、ね、ちゃんとナンバーついてまして、車検ありましたよ、うん、そういいんですよ。あの3段シートは別にいいんですよ。あれ不思議ですよね。でも見た目はどう見ても良くない見た目はダメこれダメダメでしょって、これ絶対ダメでも法律上は大丈夫、合法なんですよ、ね。あ、マフラーがうるさくなければね、うん、マフラーでもショート缶だったな、静かかな。でも動いて、もし音が大きかったらあれ動かした時に気づくから、だから音も静かなんじゃないですかね、うん。まさか違法改造の車両陸運局の中入っちゃまずいですもんねダメですよね、ダメダメですから、はい。いやーすごいなー、本当にね、そう、問題はね、合法かどうか、でも一般的に見るとね、一般の人から見ると合法かどうかっていうことよりも見た目が重要ですよね、うん。でも法律上は、見た目じゃないんですよ。見た目っていうのはじゃあどうしたら法律上これダメなのかとかね、例えばですよ、なんとかを連想させるような改造をされてしている場合、ね、ダメとかね、うん。でもじゃあどういったのが連想させるんだって言われちゃうと曖昧すぎるんでね、うん、ちゃんとした明確な、ものがない。だ色この色を使っちゃいけないとか、ね、でシートはこういう形状のシートをつけちゃいけないとか、ね、そういうのもなかなか難しい。そうすると結局できるのって言ったら音ね、音あと、突起物がないね、とんがってるようなものがないとか、そういったものしかできないじゃないですかね。だから大丈夫なんですよ、車検 OK なんですよ。あと排ガスね、排ガスだね。いやーすごいなあれ。あれでよくでもね、あのはっきり言えることは、あれは多くのバイク屋さんでは整備断られるパターンバイク屋さんにとって重要なのは、まあ、合法かどうかっていうことももちろん重要なんですけど、それ以上に見た目、そういうのを連想させるような見た目だと通報されちゃうとこあるじゃないですか。一番怖いのは通報ですよね。なんかでおまわりさんが仮に来てね、で見て、で一応説明してね、こうこうですって、これほら見てください、全然車検も通ってるし、これで通ってるし、何のあれもないですっていうね。もちろんおまわりさんその場で分かってくれると思うんです。ああはいはい、いやーただね、ちょっとこのもう少しこう見えないところに置くとか、ちょっといろいろ配慮してもらえるかなみたいなことになると思うんですよ、うん。でないとだってね、その度によほら呼ばれたら行かなきゃいけないので、おまわりさんも大変でしょ、ね。だからやっぱりね、うん、でまあ絶対もうディーラーとかも間違っても絶対行かないね、ダメでしょ。でこれ思い切ってですね、純正でそういう風にして売ったらいいんじゃないですか、新車で。それだったらほら誰もノーマルだからね、で形とかそういうのはなんかうおーってこう思わせるんだけれども、現代の技術でね、もう全てこうクリアしているね。そういいじゃないですかね。だってノーマルで作っちゃいけないって法律ないですもんね。車検通るってことは、車検が通るってことは要は型式認定は取れるってことでしょ。大事ですよね、うん。
ただあのノーマルでそういう状態だと欲しくないかもしれない。いわゆるそう、ね、そういうの欲しい方が、あのいやメーカーでやったやつは別に欲しくないっていうね、うん、そういう感じもしないでもないわけでございます。はい、いや写真撮りたかったな。なんですぐ写真撮んなかったかな。見つかったら大変。何撮ってんだわって言われたら大変だもんね。いや分かんない。でもそういう人じゃないかもしれないね。あれですね。ああ、危ない。いやすごい。あそこまで見事だとね。古いからね、マフラーは別に全然ほら99デーベイ以下だったらいいわけでしょ。でも99デーベイぐらいまで行くともう爆音ですよね。爆音とはではないか、かなり大きな音ですよね。うん、一般の人が要はあの法律上どうかっていうよりもね、一般の人がどう思うかなんですよね。うん、だからね、ミラーが片側ついてないからダメね。あとシフトパターンのステッカーがねないとかね。じゃあそれほらあのダメでしょ。それダメなんですよ。だけどそれについて別にアドコーダー言う人はいないわけですよ。一般の人が見ても別にね、うん、だからこうギャップがありすぎるんですよね。一般の方の感覚とその法律上の合法かどうかっていうことのギャップがあまりにもねありすぎるんじゃないかと私は思うわけでございます。ですので、できればですねそういうギャップを埋めていただきたい、ね。法律上もんでこれは取っちゃダメでしょっていうね、あのそういう外難しいな外観はな。でもね、なんとかカウル、ね、あのなんとかシート、ね、やっぱりちょっとねイメージが良くない、ね、不思議ですよね。なんで良くないんですかね。よく分かんないですけど ね、ヘッドライトの位置がね別にハイビームは高い位置にあってもいいんですよ、うん、ロービームさえ120センチぐらいでしたっけね、うん、その高さにあればいいんでね問題なし。問題なし、はい、ロケットカウルだって別にいけないわけじゃない、はい、ん？ロケットカウル自体はいいんですか。何でしたっけ、ほらああいうのもロケットカウルって昔の、ね、レーサーみたいなね、あれがロケットカウルですもんね、うん、バンディットにも昔ついてましたよね。その位置がねこうね普通にこうついてるのかこう高いところについてるのか違いね。あれはでも日本特有なんですか、ああいうのはね。外国ではああいうバイク、ああいう風にバイクをこうねカスタムっていうと響きがあれですね、カスタムして乗ってる方っていらっしゃるんですか ね疑問を思うんですよね。ジャパンオリジナル、ね、いいです ね。車とかもありますもんね、なんとか出っ歯とかねありますよね。でも車はね悪く言われないね、それが素晴らしいところですよ。バイクの場合はバイクやるとバイク乗ってる人がの問題なのに、いやバイクが悪いって言われちゃうんですよね。でも車の場合は乗ってる人が悪いって言われないんですよ。車が乗ってるやつが悪いっていう、車が悪いとは言われないんですよね。不思議ですよね。これほらあのお酒もそうじゃないですか。お酒も飲んでね暴れたりなんか問題起こしたりする人いますよね。でひどい場合にはねそれで運転しちゃってね、多くの命を奪ってしまったなんてそんな話もあるじゃないですか。でもお酒が悪いと絶対言われないんですよ。そう、飲んだ人間が悪いね、これ面白いんですよ。だからねこれはねあのなんかこう見えない力が働いてるのかなとかね、あのそんなことをふと思ったりします。はい、あんまり言うとね危ないんですよね。そうお酒とかねすごいんですよ。力がね、力を持ってる方たちがいっぱいいるね、いらっしゃるとね、うん、すごい、そうですね、危ないですよね、はい、で今夢店あったでしょ、ADV150 が高いところにこうね2台1台ずつ積んでありましたね。あとあのディスプレイされてました、ね、夢店。いや夢があっていいですよね。で私ねちょっとあそこの夢店に関してはですね私が言うのもなんなんですけど、建物の話です。建物の話、いわゆるショーウィンドウのこの枠がアルミなんですよ。いわゆるアルミ、多分アルミだと思いますけど、いわゆる銀色なんですけど、あそこ全部黒い方がいいですよね、枠ね。黒い、黒、まあ、焦げ、なんかちょっと黒
要はあの、まあ、ウィング店の黒いね、あウィング店じゃない、あの有名店の黒いあのイメージを全部、あの銀色のね、あのサッシアルミサッシみたいな、あのあれね、あんまりこう良くない、あそこ全部黒い方がいいですよ。その方がより高級感が出て、お客様もね、おやっぱりいいな、こうやっぱり高い、こういうとこで買っていいなっていう風になるんじゃないですか。おそらく、これおそらくですけど、勝手なことばっかり言って、レクなんとか、ね、レクシスみたいな、そんなような名前のね、あそことか多分枠とか全部黒だと思いますよ。ちょっとね、もったいないですよね。自分のところはどうなんだってね。途中まで貼ったんですけど、うちはね、アルミサッシで、うちは別にもうそんなね、どのこうのね、あれじゃないですけど。そうやっぱり枠はね黒い方がいい、うん、こうかそういう建物ありますけど、うん、サッシいわゆるあの窓枠のね部分の、うん、あ黒がいいですねやっぱりね、うん、銀はねイメージ良くない、うん、高級感がを阻害している気がする。特に夢店っていうのはやっぱり高級をね売り物にしてると思うんですよ、ブランドっていうんですか、本田さんのねブランドですから、やっぱりね、そういう、 こう高級感というのを表に打ち出してですね、そして、よりね販売して儲けていただきたい、うん、二輪業界をね牽引していただきたい、そして、日本全国に全てもう夢店を作っていただいてですね、いろんなところに夢店がある、何千店舗日本にね、そうやってもう日本を席巻していただきたい、そう思う、私などでございます、はい、個人的な感想です。一歩主観で考え方、考えです。そう、いいんですよ。ね、まあ、そうはならないです。需要がないですから、ね。いっぱい作っても、ね、潰れちゃう、ね。売れなくなっちゃいますからね。まあね。まあでもいずれにしてもね大変だと思うんですよ。夢店をやって やればやったで、もうほら車検付きのバイクはねうちでしかほら買えないからって言ってね、でもちろん来てくれると思うんですよ、新車買いたいからね、ホンダのね。だけどそうは言ってもやっぱりね難しいですよね、非常に大変だと思いますよ、ね、独占してるからってもういくらでも売れるっていうわけじゃないですからね、大変だな。本当に大変だと思います。なんかどっちかっていうとやっぱりまあでも認証工場でいいから指定工場じゃなくていいんでね。その点はまだ敷居が低いような感じしますけどね。指定工場じゃなきゃいけないなんていうことになっちゃうとね、ちょっと厳しい。でも不思議なのはね、本田さんの大型バイクに乗ってる人っていうのは。どちらかというとこうちゃんとしてる、うん、きちっとしてる人が多いみたいですね、品行方正じゃないですけど。でも一方ですね、男何先さんに乗ってる方っていうのは、ちょっとね、はい、いろいろと問題がなんてこと言ってるあるっていう話をね、雑誌の方が言ってました、はい、よく言えばやんちゃ、よく言えばなんかちょっとこう可愛く言えばやんちゃ、ちょっとやんちゃなんですよねみたいなね、いやーちょっと本当にっていう風に困ってる困っ、ちょっと困るんですっていうようなことをおっしゃってましたけどね、はい、私じゃないですよ、雑誌の編集の方ですよ、昔ね、はい、なんとか BG ね、はい、まあね、でもそういうところのディーラーが指定工場にするっていうね、それが面白いですよね、はい、でも指定工場だとねやっぱり改造車なんか絶対ダメですからね、うん、だから要はそういうことですよ、そう法律上通る通らないじゃなくてより見た目が重視される、うん、そこです、より見た目が重視される、はい、法律上通るからね、陸地で取ってもラインね、検査取っても通るからいいっていうもんじゃない、うん、やっぱりなんとかシートみたいなのがついてたりとかね、うん、ねこういう感じでね、
で、まあヘッドライトはまあ普通のヘッドライトだったとしてもそれで色合いがね、で色ちょっとあーっていう色になってるとね、そうするとあれですよね、指定工事は絶対受けないですよね。いや合法ですよ。いやちゃんと見てくださいって言ってもいやーってなりますよね。そういうことです、うん、そういうことなんです、はい。でも男を何先さんに乗ってる方っていうのはやっぱりちょっといじりますよね。フルノーマルで乗らないですよね、あんまりね。特に昔のやつとかだとね、だからどうなんのかなって、そういう結局やっぱりじゃあ昔のに乗ってる方はちょっとね申し訳ないですがうちではできませんってことになっちゃうんですかね。なんかそれも寂しいな話ですね。全部一新しようとしてるのがね、いわゆるその客層みたいな部分を、よくないな客層って言葉は、ね、そういった部分を一掃してね、新しいやっぱりこう品行方正なね、ものを目指しているのかなとかね、うん、そんなことを私は勝手に思っているわけでございます。はい、あれ GS ですよね、すごかったな、あれすごいな、陸地では似つかわしくない。陸地には似つかわしくないバイクだったな。さあ、こんな感じで、店長武蔵チャンネルは、こんな感じでやらせていただいてます。ちょっとね、雨がね、降ってきちゃいましたね。雨が降ってきてしまいましたが、この後どうなっていくんでしょうか。道路は、混んでおります。